对，大家好，今天看一场郝帅和皮切福特的比赛。郝帅左手横拍双反，今年39岁，依然保持很不错的竞技状态。前300细腻控制好，战术思路清晰明确。皮切福特英国一号主力，右手横拍双反，反手强势，综合实力不错，具有欧洲刺客之称，曾战胜过马龙、许昕、波尔和张本智和等选手。那么郝帅面对欧洲刺客大将皮切福特会有什么表现？一起来看看吧。練習の時ももうなんかそれをすごく気にして神経質になることに対する、はい、こう意識、はいはい、オーバーして篠塚選手に負けて、はい、うん、うわー、こうついて大事なコースでした。オーバー、ここではものすごいいいゲームを見せております。今度はピッチコードからネット越えない。2本目、さあこの打ち合い、ここはピッチコードのポイントになります。ここでは、ね、ピッチコードが落ちてるのピッチコードサービスです。オーバー、ポイントはハオ、オーバー、オーバーになるような感じになってきています。ここはしかし見事です。オーバーです。連続2本目、あ、これはオーバー、ポイントはピッチです。注目、オーバーしました。で、はい、こっちの方が、さあラリーはうまくエッジかけていきました。あ、オーバー、最终郝帅一如既往表现强势，3-0战胜皮切福特，从而赢得了比赛，让我们为郝帅的精彩表现点赞，同时祝愿郝帅在后面的比赛继续保持出色的状态，赢得更多的比赛。下期再见，谢谢大家观看。あとストップ台上の確実に切れて小さく止めるその技術力、そこに一応の対応。请点赞、关注、评论哦。